ミッキーのグランドオペラは、ウォルトディズニープロダクションが制作したアニメーション短編映画作品。ミッキーマウスの短編映画シリーズの一作品である。豪華な劇場でオペラが開催される。指揮者のミッキーは、鈍ンの裏で客の入りを伺うが、そこにいきなりプルートが現れ、ミッキーにじゃれつく。本番前のミッキーは怒鳴り、プルートに家へ帰るよう命じる。舞台を飛び出した。 プルートだが、何やら妙な帽子がある部屋にたどり着いてしまう。その帽子からは、うさぎやら鳩が次々飛び出す。そこは、手品なしの小道具が置かれた部屋だったのだ。プルートは、得体の知れない帽子を追い回し続ける。一方、舞台ではオペラが始まった。ミッキーの指揮で、オーケストラの演奏が盛大に取り行われ、ドンチョウが開きヒロインのクララが登場。 クララのお得意の歌の呼びかけで続いてドナルドが登場し、二人で歌の応酬が続く。そこに何やら客席から笑い声が聞こえる。式に夢中になっていたミッキーが舞台を見ると、先ほどの動く手品要望紙を追いかけてきたプルートが舞台までやってきてしまったのだ。ミッキーやオーケストラ団員に一斉に怒鳴られ、プルートは舞台袖に引っ込むが、 なおも動き続ける帽子を追いかけずにはいられない、プルートは再び舞台に飛び出してしまう。帽子からは、たくさんのウサギやハト、さらにはカエルまで飛び出し、舞台のドナルドやクララは、大混乱。最後にはセットもめちゃくちゃになってしまい、オペラは台無し。それでもしっかり歌で締めようとするドナルドやクララ、そしてちゃっかり一緒になって歌っているプルートだった。ありがとうございます。